スパイダーテールドスネークというヘビは尻尾が雲のような形に変化したヘビで、尻尾を雲の動きそっくりに動かし、大好物の鳥をおびき寄せ狩りをします。ガラガラヘビのようにヘビの尻尾は器用に動くように進化していることが多く、スパイダーテールドスネークの他にも尻尾を使って餌を呼び寄せるヘビは結構存在します。尻尾を動かし獲物の気を引くことをビブ誘惑と言います。飼われているヘビでもこのビブ誘惑行動をすることがあります。スパイダーテールドスネークの幼少期の尻尾は雲の形をしていませんが、大人になるにつれてだんだんとささくれて雲のような格好になります。スパイダーテールドスネークはイラクの僻地にしか生息しておらず、発見されて日が浅いので解明されていないことも多いヘビです。ちなみにこのヘビは腐れヘビの仲間で、毒ヘビなので飼うことはできません。尻尾が雲の形になるって進化って不思議ですよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。